キーズカップスーパーライト級決勝戦、城太信 VS 森一馬。3分3ラウンド、延長2ラウンドのマストになるね、最大5ラウンドになる、それだけ頭に入ってくるバッティング、ローブロー、投げも禁止ね、キャッチは全部1回、ね、これも1回ね、まっすぐだからコントロールしない、これもね、ただ、顔面のこれなしだから、それが気をつけ、あとバックハンドの肘は気をつけ、じゃあ意識して、はい、頑張ってください。応援よろしくお願いします。